メンバーだよ。ほんと最高のメンバーだね。嬉しいよ、 JPSA のみんな選手がね、こういうクラシックみたいに興味持ってね、え日本一を決める、日本全日本じゃないけど日本じゃ、秋山翔平、翔平君うまいんだよ。いやいい波乗ってる。ボートのコントロールも難しいけども、今ボトムにどうやって次の波乗り越していこうか、どうやってつないでいこうか今考えて、でかいよこれ、頭ぐらい楽になる。いやーすごいね、ボトムに降りて波に力ないけども、どこでバチャンと崩れるか分かんない波をみんなトライして、もっと本当はねいい波選びたいんだけど、大会だから時間に限られてるから、大会のとこで3発4発とないと、テントがもうナッパに崩れてきてカットバックして少し落ち着かして、もうスープは頭ぐらいあるんだもんな、彼女でかいよ。ミドルセクションまで来て、あと岸までどうつなぐか、秋山選手、翔平はやっぱりうまいね、すごい。バレ回し、あこれいい帝国で誰かな、綺麗なのに乗ってゴー君かな、鈴木目が高ければゴー君だな。ああゴー君だな、いい感じだ。畑裕二君かな、ちょっと分かんないな。ジャンプかな、誰かね、星座6にも見えるし、星座6だったらもうちょっとな、星座6じゃないな、ちょっと違うなスタイルかな。違って怒られちゃいけないから。またか。でもないな。チャボみたいし、チャボ。ちょっとわかんないな。なんでかな、乗り方が立ってくれれば分かんない。あ、吉田ちゃんも来るんだ。みんな優勝後人だったからね、ちゃんも君も中村聖太郎君も。お、ちゃんも君だ、一番だった。
それでやってもらった。みんな、いい波乗りたくても乗れない。その辺で苦労してるみたいね。いい波乗ってやったら勝ちだよ。誰かがいい波乗って一本でも乗れば、分かるか。これ聖太郎君だな。この波がいいね。いやこれもう最高だ。中村聖太郎君だ。髪の毛もね変わっちゃったし、スタイルもこんだけ波が悪いと変わってっちゃうからね。あいいね。夏バカすごい浴衣。のセクションに向かって、あ今日はお稲荷さんも仲間にも行ってよかったな。波が立つように。いやもういいね。構えがいいよね。波が悪いからゆとりがないけどもね、その中で一生懸命頑張ってる。波が落ちてこないから大変なのよ。このまあ波があるだけね良かったんだけど、波なかったらサーフィンの試合できないから、やっぱり板が重たい。この試合やっててよかったなとつくづく。もた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 してるようだけど波が悪いから。でもこれが難しさ、ロングボードの素晴らしいと思うよ。これ全員がうまい。もう何十年ってやったかったらこんだけのサーフィンできないから。もう遠くでみんな、このファイナルは遠くで乗ってるから沖で誰か分かんないけども、でもみんなうまい。名前わかんないけどもうまいね。キャブも誰かわかんないけど沖でちゃんと乗ってる。ああ秋元翔平だ。翔平君もうまい。ちゃんともう決勝のメンバーはね、インサイドでなく沖に出てるアウトに全員が、これがもうね素晴らしいと思う。出るだけでも波のどこで試合やったらいいかと分かってたっけ。ファイナルはだからもう手前じゃいい点数が出ないけど、だから沖からピークを乗ってね、こうやって繋いでくる。分かってるよ。すごい。このやっぱり決勝メンバーはみんな分かってる。全部沖から乗ってるもんね。いいね乗り方が。なんと見えない。すごいあっちこっちから組んできてさ、この波をねいかに繋いで乗ってくる。ジャッジに見せる、この見てるね人たちにも見せる。やっぱりさすがプロだね。ああいいセクション来た。後ろ見てみないでかい波崩れて乗って繋いで。秋元翔平君かな。うまいね。この元が見えてんだもん、この時代で。それだけ力がないんだよ波に。それをうまく乗ってんだもん。もう涙出ちゃうよね。おーいい感じだ。ノードライディングするな。リップからかけてるよ。皆さん見てね、真ん中でかけたってパーリングするだけだよ。リップで開いたら、おいノーズかけました。かけたらどうするか。後ろに体重かけて、前に体重かけないで後ろにかけて、かけながらね、でコントロールして戻る。いい感じだな。
まいね。彼も基本ができてるね、大阪だから、ね、どこで練習するのも多分海がないから相当練習やってるよ。あれも、ファイナル残りしてみんなすごい、どこに出しても恥ずかしくないよ。すごい。お、これ誰だ、気になって次、ゴー君かな、手が高いからいい感じだね。お、いい。後ろに体重かけながらノーズに行く、このテクニック皆さんわかる？うまく乗ってるよ。ボートのコントロールがすごいね。テールのコントロール、テールコントロールって言うんだけども、ノーズコントロールがあってテールコントロールってのがあるんだけど、ロングボートにはみんなもう手に乗ってエッジの切り替え、これはもうお椀型だからボトムがコロ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 波で押さえて動くから、このように、ね、大変なんだけど、そこをうまくうまく押さえて、だから足首で押さえる、それが一番大事だね。ロングボートね、遠い声なんだよ。いい波乗った。秋元千代かな、でかいよこれ、大きからだから。ピークから乗ったでかいもん、スーパーね、でかい、よくこのでかい波に乗ってるよ。おお、いいね、余裕が出たのかな。でかいもん、スープもね、肩こりあるし、これをまた岸場で繋いでくる。もうすごい難しいことだよこれ、岸場で繋いでくるってことは、この波で波がありそうでないんだから、そこを繋ぐから。いいね、前にかけて後ろに体重残して、みんなテクニック、スーパーテクニックだよこれも。足は乗せるだけ、ノーズに足をかけたら乗せるだけ、後ろ足でね押さえて、あーこれもいいターンだ。いいね、カットバックもハーブローラーコースター、昔はハーブローラーコースターだったね、パンパンっていかなかったね。あ、これもいいや、ハーブローラーコースターだね。もう最高、最高だね。あー、いいね、スーパーローラーコースターだ。重たい板でこんだけやるんだもん、涙出ちゃうよ本当に。よく頑張った今年はね。ここはオムナイさん行ってるからいい波立つよ、皆さん期待してきてね。7月の5日ですよ。おお、これ誰だ、セラノッポだからゴー君かな。あー、いいハンドバイブかけた、いいね、難易度のリップからかけてる、このままやっていく、これ1本で決まっちゃうんじゃない、いい点数だ。難しいとこかけてる、ピラピラピラっていうところでかけてるから点数がいいのよ。ね、後ろ足で押さえて、後ろに体重かけて前が潜んないように。ああ、いいカットバック、これもいいね、これ決まりかな。ああ、いいね、次もこれも今フックを待って、波がぐーっと崩れてくるのを待ってる、どういくのか。ベースが続いてくればノーズレイにもう一回いけるし、
もうすっごく崩れてきたか、こらえてまたもう一歩前へ進む。おお、これもいいね、ターンだ。おお、かけたい、ハングファイブ。波がないね、つないでつないで、よく頑張ってるよ。ハタ君かな、彼もなかなかね、すごいいい波乗ってます。いやー、すごい体力あるね、プロは。すごい大波だもんね、嵐の波を沖で。あ、やっぱり疲れんだろうな。ありがとうね、盛り立ってくれて。またクラシックモーメント、ロングボートコンテスト60、皆さん、オールドスタイル&ロコボーイ、素晴らしい。いやー、素晴らしいね、感動する。この波でね、皆さんかわいそうだったけども、我慢してな、もう試合だから終わらなくちゃいけないし、温度はいいと思う、もうちょっと天気もよく。天気明朗、波高しになるよ。今日はもうね、お稲荷さんと墓参り行ってきたから、絶対今回はね、7月5日できると思うし、コロナもぶっ飛ぶと思うし、俺の念力で、お稲荷さんと小川の念力で、なんとかね、いい波に立つように皆さん期待してね。それで、あとの土曜日は、あの一般の、まあ、プロとで一応ここで上で、あのこの 3D でトークショー、それからスライドショーをやる予定でいます。土曜日です、7月の4日、1000円で、で1杯、あの1杯はフリードランク、プロの選手は下で飲んでもらって、あの一応フリーだと思います。期待してください、全員来てください。また引用名称流します。いいね、このカットバックも。ともかくこのロングボートを貸してくれたね、石塚健さん、それからゴーデスの鈴木さん、それからシーコムの田中さん、ありがとうね。また今年もよろしくお願いします。あ、いいカットバック。まあ、皆さんの板が売れるように期待ね、お祈りしますよ。いや、いいね、カロリア万歳、マーボロレハワイだけども、カロリア万歳だよ。俺の板はね、マニューバー専門の板だから、今あるシングルピンも削れるけどもね、皆さんにシーコムさん、それからロングボートやってるあのメーカーさんに任して、石塚ね、ケンさんとかなんかに任してね、俺は黙って見てるよ。ああ、いいね、秋元もこのターンがなんとしびれちゃうね、ほんと前、秋元選手もう勝ち方、乗り方全て知ってるね。ポジショニングもいいし、悪くても持ってくいいところに、それがやっぱりサーファーだし、皆さんもそういうところを見て、このね、勉強してくださいよ。ただおーおーおーでなく、ね、自分が滑ってると思ってこれを見ながらね、イメージを描いて、こんな波はもうないから、こういう波はこうやって乗るんだってことを、ね、皆さんしっかりと勉強して、多分乗れないと思うよ。でも乗れなくても、あなたたちもサーファーなんだから、ロングボートシングルリフィン持って上沼とかどこだかで滑るんだったら、シングルリフィンの、ね、サーファーとして頑張って勉強してくださいよ。これを見て、いい波だったら誰でも滑れるの。自分が少し下手くそでもいい波乗ると、おお上手くなったなと思うけど、上手くなってないの。波がいいから上手くさせてくれてるだけあって、実際には上手くなってない。
そういうことも分かんなくちゃいけない。まずターン、ローズライディング、カットバック、この3つを覚えてください。カットバックにも7つぐらいやり方があります。ノーズも7つぐらいあります、かけ方が。それからあのなんだっけ、カットバックね、ノーズ、ボトムターンにも7つぐらいあるから、そういうことを勉強してね、一つ一つ身につけてください。皆さんいいですね。おばクエヌマとか釣り場でお会いしましょうね。見てあげるよ今度ね。でアワンアドバイスも してあげますよ。俺だってのは気がついたらマーボーさんって声かけて、悪口言うんじゃなくてちゃんとアドバイスしてあげるから。おお、かけた、いいね。バックハンドね、これも点数高いよ。誰か吉田茶碗君かね、すごいね、いいね、これも点数いい。まあこの難しい波よく滑ってるよ。皆さん見てて飽きちゃうかもしれないけども、違うよ、目を据えてみなくちゃいけない。俺が八代木の平塚で、あの総合学会が招待してくれて、1500人ぐらいで八代木のショーを見た時、もう目を据えて見てて、こうやって演歌が好きだから。だから皆さんもそういう感じで見てね、これがアップしたら見てください。目を据えてみなかったら分かんない、その目を据えた中にテクニックが見えるから。分かったね皆さんね。いいね、チャボくんだな、これな。もう座って落ち着かせて、何しろ波があるけども波に力がないんだから、風波なんだから、こうやって乗ってる、なんでシューッといかないのかってみんな思うけども、いかないんですよ。波パワーがなくて、これで抑えるのがもうやっとなんですよ、風波だから。力がなくて大きい、どこで崩れるか分かんない。本当サーフィンの大会やるにはいい波なんだよね。1位に決めるには本当にこういう波で誰が繋いでくるか。ローリングしながらカットバックターン、カットバックターンを交えてコンビネーションを組んで滑る。